千代丹田から縦に1本いきますが、ジュンマーカス、森田、ボールは出していない。森田、中にデビッドソン・ジュンマーカスが行った。そして森田持っていく、森田持っていく、さあ森田どうする、打った、中にシュート、デビッドソン・ジュンマーカスの1点、大きな1点が。クロスを上げるか、一旦下げた、平岡からのクロスボールは相手に弾き返されます。もう一度札幌、デビッドソン・ジュンマーカス、そして砂川、クロスを上げて反対サイドに誰もいないか、まだボールあります、まだあります、坪内のクロスボール、西谷がいます、まだ札幌ボールだ。池内上げて流れ込んで、いやー、よく入った、落としたところ、クライトン、さあどうする、まだエリアのキープする、おー、ナイスパス、フリーになって、いやー、いやー、うーん、インサ、今日がジュリオ・レアウ監督就任7試合目、しかし今日も結果出ず、横浜 FC3 点を追いかける時間も少なくなってきた、あっとペナルティーエリアの中、ファウルあります。もう一度神戸、古賀です、最後はループシュートのように入った、2点目、石光、かなり蒸すんですね。そうですか。でピッチからの水分もあって、もわっとした感じが、の選手たちにかなりこう体力を消耗させていると思います。はい、背後を狙って、このクロスボールはコーナーにつながりました。石光早いですし、受け渡しもね、しっかりできてますからね、はい、北本が競って、最終的にデイビッドソンにボールが入りました。茂木です、茂木は外にボールを出す、遠目から打ちました、近藤です。さあ、パッカンジョのスローイン、デイビッドソン・ジュンマーカス、後半から入りました。大久保、大久保ドリブルで仕掛ける、高松がボールですよね。全体のブロックの川崎のポジショニング、ボールサイドと逆サイドいいですね。デビッドソン・ジュンマーカス、サイドチェンジ、これもあると思いますね。うまくつながった、前向け、吉原選手に対する指示が多くなっています。プレスをかけろ、そして裏に抜けろといった吉原選手に向けての指示がとても多い状況です。この吉原選手は札幌、そしてこのガンバを経て陣内に入っています。そうですね、ようやく前がかりといった感じになりましたね。あれですね、トニーノがそのまま前線に残ってますね。トニーノがヘッドを上手して、途中から入った吉行、小林、さあそして桜井、粘って、2ホームの福岡、今チャンスですね、アレックス、あー、マーカスよくカバーしていました。受ければ大チャンスというところでしたが、ロングボールを放り込んできました。そして森田の高さを生かそうというプレー。デビッドソン・ジュンマーカス、森田へ、なーっと引っ張られましたが、ノーファーだったと思うんですね、はい、そういう意味では、まあ、高さのある若林選手が入って、その周りをこう衛生的に動き回るようなプレーが出てくればいいですね、はい、今いいパス効果でした、はい、さあゴール前へ入れてきました。波のように歓声が寄せては引き、駒場スタジアム、初めの突破もね、良かったですけども、そこにエメルソンがね、シュートを打たずにまた中に持っていくというのは、マーカスタートでパス、下がミニスタートが回っています、中央クリスティアー、このパスは流れてはしまいましたが、またライン、今ライン出ました。マークを見ること、それから後ろの選手も中央の選手も積極的に前に出て人を捕まえるようになりましたね。ただしその後取ったチャンスですね。クリスティアンか、胸で落とした、シュートは打てるか、打った、しかし続き出た、まだある、続き、いや、続き好プレーですね。いや、クリ得点っていうのはね、いいんですけどね。トゥーリオから鈴木へ、さあいい形で奪う、フォワードに打たす桜井が行く、初めてのチャンスだ、切り返す、シュート、キーパーが防ぎます、絶好のチャンス。